男性型脱毛症。男性型脱毛症は、思春期以降に発症する、進行性の脱毛症のことである。アガの典型的な経過では脱毛は、こめかみの上から始まり、生え際の交代により、特徴的な M 字パターンとなる。また、頭頂部の毛髪は細くなり、薄毛やカブロとなる。薬中、アンドラゲネティックアリップ医者は、辞儀通りに訳せば、 男性ホルモン型脱毛症となる。男性型脱毛症というわけはむしろメール、パターンボールドネスに近いが、日本での通例としてこのわけを用いた。女性の場合には、女性男性型脱毛症、フィメールアガ、ホガと呼ばれる。男性のパターンとは異なり、生え際のラインは変わらずに頭頂部、前頭部を中心に、頭部全体の毛髪が細くなる。 完全なカブロになることは稀である。アガは遺伝的な要素が大きく関わっており、男性ホルモンのジヒドロテストステロン、ジヒドロテストステロン、DHT の作用によって引き起こされる。男性ホルモンは胎児期と思春期の男性生殖期の発達に重要であり、また男女共に毛髪の成長と性欲に重要な働きを持つ。アガは 前立腺がんと深く関連している。研究者は、両親から受け継いだ、主子の遺伝子がアガに関与していると考えている。男性ホルモン受容体遺伝子、アンドロジェンレセプタージーン、AR ジーンの遺伝的多形は、脱毛に関連しており、この遺伝子は、X 染色体上にあるため、母方の祖父や祖母から遺伝する。また、常染色体の3926や 20P11、 上にも、疾患関連遺伝子の存在が知られているため、父方の脱毛が、息子の脱毛に関連することも知られている。男性ホルモン受容体、アンドロジェンレセプター、AR は DHT や他の男性ホルモンに反応する。AR には遺伝的多形があり、毛包での男性ホルモン受容体の感受性が異なる。 こうした遺伝的多形が男女のアガにおける脱毛リスクに関係していると思われる。アガの発症には遺伝と男性ホルモンが関与しており、一般的には家族性に現れる傾向があると見られている。男性ホルモンにはテストステロン、ジヒドロテストステロン、デヒドロエピアンドロステロン、アンドロステロン、アンドロステ,ロン,ン,ロステンジオンなどがある。一般的にアガを患っている患者は、 ユーリテストステロンが高い。ユーリテストステロンとは、コアルファーリダクターゼによって、ジヒドロテストステロンに変換される線具体のことである。コアルファーリダクターゼ、コアルファーラダクテイスはユーリテストステロンを DHT へと変換する酵素であり、主に頭皮と前立腺に存在する。遺伝子は解析されている。コアルファーリダクターゼの活性は、 頭皮の DHT レベルを決定する要素となる。また、FDA によって脱毛症の治療薬として、認可されているのアルファリダクターゼの阻害薬、フィナステリドのような、主にタイプにサブタイプを阻害するものの使用量を決める、目安にもなる。性ホルモン結合グロブリン、セックスホルモンバインディンググロブリン、SHBG は、テストステロンと結合して、その活性を抑え、 DHT への変換を抑制する。DHT レベルが高い人は一般的に SHBG レベルは低い。SHBG はインスリンにより下方制御、ダウンデングやレイとされる。インスリン様成長因子1、インスリン、ライクグロースファクターマイナス1、イグフマイナス1の上昇は頭頂部の脱毛に関連している。アガの発症や進行には 遺伝的な要素が大きく関わっている。30年前の日本における男性型脱毛症の統計において、日本人男性の発症頻度は、全年齢平均で約30%と報告されているが、この発症頻度は、現在も、ほぼ同程度である。適度な有酸素運動の習慣を身につけることで、DHT のベースラインが大きく上昇する。ただし、 マラソンなどの強度の持久力運動、オーバートレーニングを行った場合、コルチゾールの働きによって、有利テストステロンのベースラインが下がることが確認されているため、DHT のベースラインも下がると考えられる。コルチゾールとは、ストレスホルモンの一種のことであり、精神的ストレスを受けることでも増加する。ウェイトトレーニングにより、有利テストステロンレベルが下がったという研究も、 少なくとも一つ存在する。阿外電子検査は、男性ホルモン受容体である、アンドロゲンレセプター、AR の DNA の塩基配列を調べることによって行われる。DNA の解析は、主に毛髪、爪、頬の粘膜、血液などの検体から DNA を抽出して検査される。必要量が取れれば、検体の種類による検査結果の正確性に違いはない。 主に一部の医療機関で受けることができるほか、自宅で、頬の粘膜等を採取し、検査機関に送ることでも調べることができる。現在日本で行われているアーガ遺伝子検査は、主に AR 上の C、A、G という3つの塩基と G、G、C の3つの塩基が繰り返す数、いわゆる CAG リピートと GGC リピート数の合計を調べる検査ある。 ギャグリピート数 GGC リピート数の基準値を38とし、それより少ない場合は上がり少ない、多い場合は上がり少ョと判定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。